の最終案内をいたします。日本航空長崎行き7時35分発605便ご利用のお客様は搭乗口14番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines Flight 0605 for Nagasaki. Passengers on this flight should be on board through gate number 14. 日本航空より出発便最終のご案内いたします。7時30分発関西空港行き221便はただいまご利用の皆様方を機内へと最終のご案内中でございます。当便はお客様のご搭乗お待ちしております。どうぞお乗り遅れのございませぬようお早めに24番搭乗口よりご搭乗ください。またお近くの日本航空係員までお知らせください。221便関西空港行きは間もなくで出発いたします。日本航空よりご搭乗最終のご案内をいたします。7時35分発長崎行き日本航空605便は間もなく出発いたします。ご利用のお客様は14番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご案内いたします。函館行き7時45分発日本航空585便はただいまご利用の皆様を連絡バスへとご案内しております。函館行き7時45分発日本航空585便ご利用のお客様は1階北バスラウンジ34番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご搭乗最終のご案内をいたします。長崎行き7時35分発日本航空605便はあと5名様のお客様をお待ちしております。長崎行き7時35分発日本航空605便をご利用のお客様はお急ぎ14番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。ただいまより日本航空航空行き491便は
グループ番号またお乗せ番号にかかわらず、すべてのお客様を飛行機内へとご案内いたします。どうぞ12番搭乗口にご搭乗ください。本日もスムーズなご通過にご協力いただきありがとうございます。日本航空より出発の最終案内をいたします。7時40分発高知行き日本航空491便がただいま12番搭乗口より皆様お機内へ最終のご案内中でございます。日本航空491便で高知へご出発の皆様、どうぞ乗り遅れございませんよう12番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空高知行き7時40分発491便ご利用のお客様は搭乗口12番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines Flight 0491for Kochi. Passengers on this flight should be on board through gate number 12. グループ1のお客様を飛行機へご案内いたします。
本日ファーストクラスをご利用のお客様、ダイヤモンド、ジュージシスルミア、エメラルドファインのお客様は、どうぞ13番到着しておりご到着ください。日本航空より着信の15分の10行われた場合に、9時5分にて、ファーストクラスのみ個人用についたお客様にご案内いたします。当便のファーストクラスは、カテゴリーです7番のお客様を示して満席となりました。当便にてファーストクラスのみ個人用についたお客様は、恐れ入りますが、ご搭乗手続きがお済みの席でのご搭乗をお願いいたします。7番にお待ちしております。日本航空905便はグループ2のお客様を飛行機へとご案内しております。どうぞ13番到着しておりご搭乗ください。続きまして沖縄那覇行き日本航空905便はグループ3の後方のお座席のお客様を飛行機へとご案内いたします。お座席の番号が40番以降のお客様、どうぞ13番到着しておりご搭乗ください。出発便のご案内といたします。日本航空沖縄那覇行き8時15分発905便、ご利用のお客様はただいま搭乗口13番線5-0905 for Okinawa is now boarding through gate number 13.